ソイソイソイ続きです。ソイソウをぶっ倒したところですね。今私はそうですよね。アイテム装備見ればか、ソイソウと装備してるんで間違いなくそうです。でこっからマヨネーとソイソウぶっ倒したんで、多分次がビネガーを倒す感じになる。なんですか、ちょっと待って、一回ちょっと戻ろう。ビネガーを倒す感じになると思うんですけど、どうすんだっけこれ、戻るんだっけ、中央まで戻んのかな。戦いたくねえんで、できれば。いやそれにしても頭悪いですね。ああ、そうですね、ここで移動すんだ。思い出しマックス、え、もういる？あお、びっくりした。もうこのホラーみたいな音楽やめて、マジで。それもうホラーみたいな音楽ってだけで驚いてるんで、こちらはヘッドホンでやってるんで、ヘッドセットでやってるんで音がでかいんですよ。クロートリガーでもビビっていくっていう、このわけわかんないことになってるんで。え、何？戦闘の音楽止まんないと思ったら連続ってこと？なるほど。はい。そんなに強くないですね、敵は。竜巻旋風脚やってきてるわ。はい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 。どんどん行くよ、どんどん。ナイスクリティカル。ちょっと回復します。カエルがまずいです、これは。てかマヨネーブラの衝撃がなあると思っちゃったからな。なんかコメント欄で教えてくれてたんですけど、2、マヨネーブラ2がなくなったのかな。多分マヨネーブラも2あった気がするんですよ。で、まあ、後半物語の後半、あこれ回復だ、この右と左のやつ。こいつは先にぶっ倒さなきゃダメだ。だる、いやだから、あ、オッケーオッケー、それは結果俺めんどいんだよ。ナイスクリティカル。でまあ何ですか、あいつ、あのデブをぶっ倒して、デブをぶっ倒していくんですけど、ビネガーはなんかあったっけ、戦い方みたいな。確かそんな強くなかった気がするね、ビネガーは。オッケーオッケー。なんか確かね、あ、また回復野郎いたやん。ナイス、カエル、やば、カエル。ていうか敵多いわ。そっち行っちゃうね。皆さん、概要欄にリンク貼っとくんで、クロノトリガーとクロノクロスのオーケストラのね動画 YouTube に上がってるんですけど、それぜひ見てください。もうね、それね、僕は本当にこう車の中でそれを聞くんですよ、よく。もうね、鳥肌立つ。本当に、良すぎて。マジで、やばいから。音楽がいいだけでね、やっぱゲームってね、テンション上がるんですよ。アニメもそうじゃないですか。オープニングがいいだけで、そのアニメ面白く感じる的なとこあるでしょ？やっぱり、あると思うんですよ。曲の力って偉大で、偉大だと思ってるんです、私は。そろそろか。あ、嫌がるやん。逃げんだろどうせ。いない、倒しました。ケロケロ野郎って言われちゃったわ。まあ何でしょう、ミスターサタン的、あ、ミス、何ミス、何、絶対強い装備やん。ミスターサタン的なあれですね。これチタンベストよりルビーベストの方が強いやんな。オッケーオッケー、いい感じですよ。あ、変な、これ
これ食らうんですよ。ギロチンに当たると。今、オッケーオッケーオッケー。ウェルカン、これなんか速くなったりしなかったっけ、あいつ。オッケー。ダークメールなんて、そんないいもの、この、ここに、ここに入れといていい、え、なんですか？あ、魔法防御が上がるといいですね。素晴らしいですね。ちょっと安全に行きます。安全に食らうんで、これ当たると。バカモン、ほらバカモン、どんだけ食らった、そんな食らわねえやん。いけいけいけ、オーケーもういいってそういうのは。なんです、なんだなんだ今そのアイテムは。あれ？ないぞ。頭か？カエルが装備できるとか？え？ないですよ、何も。何ですか？ディフェンスなんとかみたいな、普通のアイテムか？ちょっとわかりません。ロボとかの装備かな？ロボとかの装備だったりする？ちょっと一応見てみますか。あ、ロボのデスフィンガー、ロボの装備だったわ。オッケー。あ、こんなとこあったな。なんか上からね転げ落ちてくるんですよ、こいつが。これこうやってやると避けれるんですよ。でこういくんですよ、覚えてんすよ。あ、バカモン、あー、スマホ版の操作性能がダメです、今のは。こっちやったんで、ちゃんと。マヨネーの偽物みたいのいるやん。二人も。これ魔法しか効かない系じゃなかったか、こいつら確か。そんな気したけど。そうだよ、ほら、やっぱり。あ、でも魔法にこれで、あれか、マールがいっちゃうの。あ、魔法がやっぱ魔法に弱くなったって。はいはい、は面倒こいつ、面倒い面倒い。どっちがどうなってる、これどっちがどうなってます。あ、これで、あ、違う違う、ベロロンじゃない、ウォーターをこいつにやって、ちょっと回復しないとまずいやん、食うのが死ぬ。ウォーター進むスピード遅せんだよな。で、あいつはさっき物理技一回言ってるんで、サンダーでやってから通常攻撃ですね。で、食らうでしょ？オッケーオッケーオッケー。で、通常攻撃で食ら死ぬと。オッケー。そういうギミックが多いからな、このトリガーは。で、もうそろビネガーかな？まだ、あ、落とし穴だ、これ。知ってるんですよ、落とし穴来るって。あ、問答無用の戦闘か。これでもそんな強くないと思う、多分ガイコス君たちは。オッケー。いや、前回もね、マヨネーにボコボコにやられたんで、一回、今回はコンティニューなしでね、行きたいんですよ。ちょっとセーブ版ね、ちゃんとやっていこう。あれで30分失ったからね、貴重な時間の30分を。オッケー。宝箱ありますね。あ、めっちゃあるやん。ラピス、ラピス、ラピスって誰のですか？
マールか、あ、マールじゃないな、ルッカか、え、ラピス、ラピスって、ラピスってなんや、ラピスって、あ、全体を回復させることのできる、これ絶対これさ、い、罠でしょう、何個かは。なんかある、マジックカプセル、シェルター、バリアボ、これかな、あ、あ、そういうこと、これ落ちれる、セーブしたいんだけど、あ、また落ちるんかい、どうせこれか、あ、これあれだ、じゃあここでちょっと使っちゃおうか、シェルターで、セーブしとこう、でここから上がりゃいいんだな、え、何、敵じゃん、ふざけんなよ、なんだこのゲーム、やべえけど、弱々だな、それにしても、めっちゃ良くないんだ、逆にすげえもらえたんだけど、なんか OKOK、 なんですかクソデブ、マジで、あ、でこっちかな、次は、あ、 OKOKOK、まだの、次はこっちでしょ、じゃあ、あ、オッケーオッケーオッケー、時計回りかい、単純な、は、クソだるいじゃん、何あのデブ、もう分かってるんで、時計回りって、こちらはバレてます、手の内は、またあんのんかい、バレてます、時計回りって、もうないでしょさすがに、ほら、まあまだ階段ある、あ、これは無理だな、ゲイ、やっちゃえ、あ、反撃の連携技、それは効いてない、火炎、火炎回転切りみたいなやってきてるし、で物理がいったんで魔法です、魔法で攻撃して攻撃です、オッケー、ナイスクリティカル、あっ早えよお前、え、爆発してくんの、メガンテ野郎じゃん、これ絶対叩かなきゃいけないじゃん、だって、弱いけど、あっ、危ね、当たってるけどね、マールはえ、ボンバーも戦うの、ボンバーも戦うんかい、いや、ダリーよこいつ、しょうがねえもんな、でもこれ食らうのに関しては、カエルが強し、ちょっと一回ここで避難して回復しよう、オッケー、オッケー、もうそろビネガーでしょ多分、もうそろビネガーじゃないですか、ん、うわ、だる、これ
反撃の連携技みたいなことやってくる可能性は、デブから倒そう、デブから。ナイス丸。まだ死なねえのかデブ。ナイス反撃、それはグッジョブ。ナイス。あ、グレンがヒール覚えた。それはあーだる。ヒールは激アツですね。全体回復なんで、やばいやばい。うわ出た、反撃の反撃技やんこれ絶対。ちょっと待って、連携でサンダー行って戦うで、でこれがアイスで、あピロンじゃねえんだよな。うん、でクロノは通常攻撃とで、あまだまだ死なない、マジか。で大丈夫かな、オッケー。このカラスくんはそんな強くないからな。まだありそうだな、ビネガー罠。あるわ、めんどくせえよ。誰が出てくる、うわだる、だるすぎだろ。サンダーで通常攻撃、あナイスクリティカルで、アイスで通常攻撃、死ぬ？まだ死なない。ウォーターでアイスがこっち、うん、黒のが死にそうだな。こいつ強えな、てかめんどくせえな。はいはい、さよなら。さよなら、さよなら、俺の嫌いなところだけ。知らないだろうな、若い子。これでもう出てこないで。エレベーターや、エレベーターザコモンスターキャンペーンは終わりにしてください。これで、本当にお願いします。あ、オッケーオッケー、終わりだ。もういないよ。もう来るモンスターもいません。スピードベルト、それはちょっと強いんじゃないか。でもさ、スピードベルトって言ってもさ、持ってるっていうね。マジックスカウでいいわ、とりあえずは。何？お前らダリーよ。あ、黒の死にそうだったわ。
回復しないと思ってますね。また来るか、またダリーよお前ら、マジで。あのしかもマヨネーから倒さなきゃいけないんだろこれ。でここはもういいです。この感じです。ナイスクリティカル。すげえ敵と戦うじゃん魔王城。ダリーよダリーよお前らマジで。カエルクリティカルでお願い。カエルクリティカルでマジで。ナイスクリティカル、それはナイスクリティカルです。あべアイスやっちゃった。何ですかその骨は。棒が持ってるかこいつら。棒が持ってたわ。なんか変なもん撃ってきてな。しかも毒矢じゃんあれってことは毒矢撃ってきてるわ。 OK。 ちょっと待ってください。技です。あ、終わりか。オッケーオッケー。あったので、それが重要。生き返るやつ。あ、待って。一回ちょっとエーテル使っとくか。大丈夫か。年貢の納め時だな。似てるけどね、緑色で。ちょっと。あ、思い出した。これね、これ、あれで、あー、バカ、違うって。違う。おい、スマホの操作性。違うって。横のこれを倒すんだって。スマホの操作性。マジで、わけあかんねえ。ことやめろよ、マジで。もう、なんなの、スマホの操作性。ただ、こっち。こっち、そう。そう。で、こっち。いや、それでいいんです。あ、大丈夫なんです。それで大丈夫なんです。こっち。なに。こっち、そう。で、こっち、そう。それで終わり。これでどっか行きますか、こいつは。あぶね、スマホの操作性、マジでこれやばいわ。あぶね。ちょっと待って、これ一回ちょっとこれ。あ、なんか手に入れたよ、また。これ装備してたやつだっけ？装備してたやつだ。じゃあ、ルッカに装備させてあげよう。マジックスカーフ、うん、あ、こっちがセーブね。オッケーオッケー。じゃあもうアイテムもったいないけど、シェルター使っとくか。で、セーブします。で、こっち移動ですね。オッケー。え、なになに、怖い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 。
危なっ。あ、魔王か、魔王っぽい。これちょっと待って、俺思い出したんですけど、これ確か属性攻撃が非常に重要なんですよ。これだと今属性大丈夫か、これ属性一緒だからな、ウォーターとアイスは。そうだ、手に入れたものがある。誰に向かって物を言っとるんじゃ、てめえは。黒い風がよかろうかかってこい。いや、属性が大切なんだよな、確か。戦、まあ、とりあえず戦うで。で、これで何属性になるかですね。ナイスクリティカル。火以外で回復だそうです。なんでとりあえず戦うでやっていけ。あ、強っ。待て待て、お前強えよ。え、待て待て、お前強くね。バリアチェンジ、メイ以外で回復。あ、待って、これダメだ、やばいやばいやばい、まずいです。これは待って、連携ヒール使っちゃう、これもうヒール。ナイスフィール。で、待って、黒の戦うやって、これでちょっとケア、あ、違う。また名属性じゃん。もう、名属性多いよ。もう一回ヒールいくか。カイザーやめて。オッケー。で、何やった？火か。もうバリアチェンジ、火と命だけやめて、マジで持ってないんだから、こっち。カエルが回復モンスターになっちゃってるんで。カエルが有能すぎてやばい。攻撃も強ければ、魔法も使え、あ、天、次天ね。オッケーオッケー。クソ強いな魔王、全体技しかしてこないや。ヒールヒール。で、これでサンダーで、オーラやっとくか、黒のに。水、オッケーオッケー。カエルが完全にヒールモンスターになってます。まあそれでいいです。で、連携でアイスソードいこうか。アイスソード、マールが危ねえな。でも
ナイスアイスソード。お、強っ。10ね、次は。3打が指摘があった。これはちょっと回復しよう、1回。1回ちゃんと回復しないとマールがやばい。ポーション使っとこう、自分に。で、ヒール。ヒールで、マール、マール、マール。マールはケアで使っとこうも、自分に。で、サンダー。いや、いいですよ。この感じでいけば、あ、水ね。オッケーオッケーオッケー。この感じでいけば今のところは大丈夫。最後のなんか強い技仕掛けてきたような気がするんだよな。やめろよ、徐々に HP がなくなっていく、そのドット攻撃。待って、ヒールヒールヒール。じゃあアイスソードいくか。オッケー、また水だ。オッケーオッケー。カエルさんのヒールがもう頼みの綱です。今こちらは一回回復しよう、ちゃんと。ミドルポーション、黒ので、技で、でケアルでちょっとカエル、あ、オーラでいいか。オーラで帰る。で、連携でアイスソードで、ヒールですね。ヒールが早かったな。まあいいか。まあいいやいいや。あ、やばい。来た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 。ちょっと待って。これこれこれ来たらもうガンガン行かなきゃいけないんで、 X 切りのガンガン行きます。ここからはもうアイスアイスいけ。もうガンガンです、ここからは。あ、ダークマタ、え、大丈夫かこれ。大丈夫か。おお、待て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 。とりあえずカエルだな。カエルを回復させよう。で、ここからも X 切りの連打と回復です。あ、やばい。やばいぞ、これは。マール死んだんじゃね？ほら！まずいです。アイテム、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 アテナの水、アテナの水。で、ヒール。すぐヒール。まずい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 。これは待って、あ、間違えた。アイスソードいこう。アイスソードでヒール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 、すぐヒール。あぶねー。ギリギリでしょ。でもこれでも、あ、マールやばいか。マールやばそうだな。なんだよこの200も食らってくる全ダークマター、やめろよ。あ、オッケー、あぶー。全力切りでヒールヒール、カエルはもうヒールで、ケアルケアルで自分。あ、やばい、これはまずい。まずいです。大事件発生します、これは。
まずすぎる、まずすぎる。とりあえず回復、全力回復。あ、早えよダークマターくんの、バカかこいつ、何してんだよ、早いってマジで、どんだけ早いんだよこれ。あれだろ、最速にしてるからだよこれ。あ、大丈夫か、ギリ間に合うかこれ。ギリ間に合ったっぽいな。でマールはもう回復に専念しよう。ちょっとケアルでカエルいくか。でカエルはもうヒール、クマの全力でカエルヒールで、でここ黒のはもういいよ、何回死んでもカエルとマールが超重要。でできれば、あ、やばい、これ黒の死んだな多分。で、カエルヒール、これ最速にしてたからとんでもないスピードでダークマやってきてるわこれ。で、なんだ、エーテル使っとくかカエルに。カエルのヒールもう一回打ちたい。オッケー、間に合った。あ、間に合ってないか、早えよダークマターがよ。これ回転オーラだなこれは。どんだけ早えんだよマジで。ダークマター打ってくるスピード、もう死んで、全然食らわしてないからな。ちょっとまだ大丈夫か、マールはちょっと温存しとこう。ここでヒールで回転オーラ、いや早すぎだろダークマターの打ってくるタイミング、おかしいだろこれ。攻撃する隙がねえもん、こっち側が。あ、ない、待って、戦うちゃい、一回ナイスクリティカル。ちょっと待って、エーテル、エーテル来るのに。でこれで全力切りで、これヒールですね。この全力切りで死んでくれたらマンモスレピー。オッケー、あぶねえ、強えよ魔王お前。でも魔王に勝っちゃう、こいつらもこいつらか。何？ラボス？ラボスってやつかって、一回ラボスと戦ってるからねお前らは。俺のせいで呼び出したに過ぎん。太古の時より地中深く存在し、この大地の力を吸いながらゆっくりと成長し続けているのだ。そうなんですよ、そうなんです、実は昔から地球にいたんです。あ、やばい、何ですか、ゲートが出現してますね多分これは。
ゲートが出現してる。ラボスの鳴き声聞こえてます。鐘の音が聞こえますけど、うん、仕事遅れるよ。ちょっと文字が早いんだよ。何？あ、エイラの声。あ、夢でした。マーラとの新婚生活は夢でした。不思議山に行ったら我々が倒れていたと。ダメです、人間なんで一応。そうなんですね、ラボスは一体いつからじゃ地球にいたのかっていう話になってくるわけですよ。そういう物語の展開になってきました。悠長に寝てる場合じゃないぜ。あ、キーノだっけ、なんだっけ。あ、恐竜人と最後の戦いをすると。あ、燃えてんの。ということで魔王をぶっ倒しました。まあ、とどめはさせなかったんですけど、ぶっ倒したよと。そしたらラボスが実はね、地球にはずっといたと。で、魔王はただ単純にちょっと起こした、でもタイミングが悪かった、我々がいたタイミングが悪くてですね、その原子の狭間で生まれた原子者には、時の狭間に生まれたゲートに飲み込まれたら原子者にいたと。次はここからやっていきます。いや、とんでも展開になってきました。だから魔王を倒せば OK という単純な RPG ではなかった。それがクロノトリガー。ありがとうございました。さようなら。